ジョシュニアはアメリカ合衆国の男性総合格闘家。アイオワ州デモイン出身。シーザー・グレイシー柔術アカデミー所属。2003年3月15日、プロデビュー。2005年8月6日、UFC 初参戦となったアルティメット・ファイト・ナイト1でドリュー・フィケットと対戦し、チョーク・スリーパーで一本負け。2006年8月26日、UFC62 で、 ニック・ディアスと対戦し、チキン・ウィング・アーム・ロックで一本負け。2007年5月19日、アイファルにシルバー・バックスのメンバーとして参戦。マーク・ミラーと対戦し、小負け。2008年4月2日、1年半ぶりの UFC 復帰戦となる UFC ・ファイトナイト、フローリアン・ VS ・ローズンでディーン・トーマスと対戦し、判定勝ち。9月17日、 UFC Fight Night ズ vs ニアのメインイベントでネイサン・ディアスと対戦し、1から2の判定巻き置きしたもののファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年2月7日、UFC Fight Night ン vs ステファンズでマック・ダンジグに一本勝ち、2試合連続のファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。八月八日、u f c 百一でカート・ペレグリーノと対戦し、 0から3の判定負けを喫した。2009年10月24日、UFC104 でグレーゾン・チバウと対戦し、0から3の判定負け。この試合は当初ライト級契約であったが、ニアーが1.5ポンド、チバウが2ポンドと、両者が体重超過となり、157ポンドのキャッチウェイトバウトとなった。2010年5月6日、ベラとは初参戦となった。 ベラトア17で、エディアルバレスと対戦し、ジョークスリーパーで、出身一本負けを喫した。2011年10月1日、2年ぶりの UFC 参戦となった UFC ライブ、クルーズ VS、ジョンソンで、キース・ウィスニエフスキーと対戦し、2R 終了時にドクターストップで TKO 勝ちを収めた。2012年1月20日、UFC オン FX1 で、 ドゥエイン・ラドウィックと対戦し、ギロチンチョークで一本勝ち。ありがとうございます。